高城千佳代のカンドラちょこっとナビ。夜ぬらぎは結婚直後のお嫁さんが体験するさまざまなエピソードが描かれた、 SNS で連載されて大反響を呼んだ漫画をドラマ化した作品です。タイトルの夜ぬらぎとは、嫁としての試練の時期という意味。姑や姑に可愛がられたくて、私がやりますを連発してしまう時期のことです。インテリア会社で働くミンサリンは幸せな結婚をしたものの、義理の母親の誕生日や法事のたびに、共働きなのに嫁ばかりがやらねばならない韓国の常識を前にストレスが降り積もっていきます。描かれているエピソードは韓国のお嫁さんあるあるで、結婚生活はどれもそれぞれの理由で苦しい様が描かれていて、韓国中の多くのお嫁さんたちの共感を得ました。そして我ら日本女性も、国は違えど悩みは同じで共感することしきりでしょう。嫁という立場になってみてわかる自分探しの物語でもあります。果たしてサリンは夜ぬらぎを脱せられる日が来るのでしょうか。夫のグヨンも家族思いの男性だけに、母親と妻の間で板挟みになる気苦労や妻のストレスを受け止めていく成長ぶりが描かれていきます。現代韓国の多くの共働き夫婦の抱える苦労がここにあるといった感じで、ヒロインが可愛く優しい女性なので、ほのぼのトーンではありながら、わかるとうなずいてしまうでしょう。見逃さないでね。夜ぬらぎ、どうぞお楽しみに。